こんにちは。このところ本当にバタバタ しておりましたんで、本屋さんに行って本を、に触れるとか、読むとかっていうのがなかなかできておりませんでした。立岩陽一郎さんに教えてもらった2050年のメディアも読み終わるまでに、非常に読みやすい本なんですよ。非常に読みやすい本なんですけど、読み終わるまでに1ヶ月以上かかってしまいまして。今日朝のミーティングから会社へ来るときにちょっと我慢できなくなって、本屋さんへ寄りました。何冊か、ついつい、なんかこれを読んでとか読みなさいとかっていうのは、本当に本屋さんへ行くと、光って見えるんですけれどね。阿川佐和子さんの聞く力、いや、そら話す力やら聞く力はあんたらあるやろと言われりゃ、そらその世界でやってはきているんですが、正直に申し上げて、この本を出しても良いものか、この後に及んでまだ迷っております、と阿川佐和子さん、佐和子の部屋終わってしまいましたがね。新書版ではありますけれど、どのように人に向き合って話を聞いているのかっていうことについての本です。また読み終わったらどっかで紹介します。そして珍しく 今日袋をもらわなかったので、ね、なんか最近袋にお金いるでしょ。だから、袋結構ですって言ったんで、普通はカバーはしてもらわないんですが、ランチェスター戦略、弱者逆転の法則、もう7刷りまでなっておりまして、ランチェスター戦略っていうのは、世の中には強者、強い者と弱者がある。弱者には弱者の戦い方がある。それで勝てるのだと、一言で言うと、小さいニッチなところ、何でも構わないから、そのニッチな部分でナンバーワンになりなさい。それがまず弱者の戦い方ですっていう、聞いたことはもちろんあって、何冊か多分本を読んでいるとは思うんですが、今ぐらいの理解、それではいかんというので、零細企業の社長、改めて勉強をしようと思って買ってまいりました。そして今日結局ね、本が大概1万10円でした。 ストーリーとしての競争戦略、優れた戦略の条件、これはランチェスターにもかかってはくるんですが、やはり戦略と戦術というものがちゃんと分かってないといかんと。戦術とは目に見えるもの、その時その時に打つ手、しかし戦略というのは見えないもので、もっと大きな対極的な、視点で、それこそ戦わないといけないと。で、しかもそこにストーリー、っていうお話でありましてね。ただただ、しかし、エモーショナルなストーリーということでなく、この本のメッセージを一言で言えば、優れた戦略とは思わず人に話したくなるような面白いストーリーだということです。戦略を構成する要素が噛み合って、全体としてゴールに向かって動いていくというイメージが動画のように見えてくる。全体の動きと流れが生き生きと浮かび上がってくる。これがストーリーがあるということです、と。なるほど。そして、理屈じゃないから理屈が大切ということが書かれてますね。こういうグラフというか、横棒になってるんですが。全体の20%までは理屈で説明がついて、残りの80%は理屈では説明できないことである。
だから理屈はいらないんだではなく、その土台としての 20% 理屈で説明がつくところを大事にしましょう。その上に、まあ、おそらくまだ読みませんが、ストーリーというものが乗っかってくれば鬼に金棒ということが書かれているのだと思います。そしてもう一冊、これもぶっといです。これが高かったのかな、うわ4800円もしました。だから1万円超えたんか。はい、便益遅延性が顧客満足、顧客参加に及ぼす影響、医療サービスの消費において顧客は望む変化を即時に得ることができない。本書では便益遅延性という新しい概念を用いて詳しく解説をすると。いやこれね、まあ、医療もそうなんですけど、私たち自分史ビデオを作っていて、まさにそのようなことをお客様にご説明するんですけれど、サービスとか物とかっていうものが、これが1000円です、はい1000円、1000円のものを原価300円で作って、流通コストも乗っかって、何やかんやで1000円です、それを何パーセント割引きますか、はいじゃあ交換しますって言って終わる、その物と金との交換ということではなくですね、我々提供しているのはもちろん、まあ、ビデオを作ってくださいと言われて、でその、ロケ何日出ました、どういう加工をしました、それに対してどのぐらいの費用がかかりますっていうことで見積もりを出したりしてるんですけど、これはもううちの会社の方に説明せなあかんとこなんですけどね、うちの作ってるものっていうのは後から価値の出るものですと、その時にいくらかかったからいくらのもんですっていうものではないんだっていう、今撮ったこのインタビューは後からもう撮ることができない、二度とないその瞬間をインタビューだけじゃなくて撮影をして、後から価値が湧き上がってくるもので、もうお金で買えない価値を作っているんだっていうふうにずっと思っていまして、まあ、そのことが社内含めてまだ共有されていないんですけれど、この便益遅延性という言葉、まあまあこれも難しい言葉に聞こえますから、すっと分かってもらえるかというところはあるんですけど、つまり後から良くなる、その価値が分かるっていうことでしょ、病気で入院をして、そこで治療を受けて、そこで治っていくっていうこともそうなんですが、治った後どんな人生が待っているのかっていうことですよね。一言で言うと僕はまあそういう理解をしてるんですが、これもぶっとい本ですけど読んで勉強をしていきます。まあ、皆さんあまり関心はないかもしれませんし、こんな話をラジオでしてもプロデューサーに分かってもらえるはずもないのでしないですけれど、自分のビジネスをやっていく上ではとても大事な本に今日出会いました。仕事をしながら読んでいこうと思います。ではこの後ちょっと営業に行ってまいります。